2497回始めます。3月29日金曜日ですね。はい、疲れてきた。はい、疲れてきたけど、やっぱだんだんね、喋りは上手くなってくるね。何本か喋ると、はい、TBS ニュースからですね、これは怖いね、エスカレーターの事故で亡くなった方がいると、エスカレーターの巻き込み事故に注意っていうことで、 JR 水戸駅のエスカレーターで、男性死亡、上着の裾が巻き込まれた状態で見つかるっていうことで怖いね。昨日夜、茨城県 JR 水戸駅で70代の男性がエスカレーターに、服が巻き込まれたと状態で見つかり、その後死亡が確認されましたということです。駅員さんの話だと、男性がエスカレーターに巻き込まれて意識がないと、うん、そんで消防が駆けつけると、駅構内にある上りエスカレーターを降りたところで、スーツ姿の70代の男性が倒れているのが見つかったと。で、手すり、うん、エスカレーターの手すり部分に男性が巻き込まれて倒れたと、倒れていたということですね。で、男性は、まあ、警察の話ではうつ伏せで倒れていて、ジャケットの背中側の裾が、背中側の裾が、エスカレーターの手すりに巻き込まれたと状態でしたと、ね、見つかった際は意識あったんだけども、その後意識失って搬送先の病院で亡くなったと。で、亡くなられた72歳の男性、日立市に住む会社員の鈴木守さんだと、72歳ね。まあ、エスカレーターって言ったらね、ほぼね、ほとんどの人が利用したことあると思うし、私も日常的にね、使ってますよ。エスカレーターあると、まあ、大体ショッピングセンターとか、うん、なんだけども、まあ、使いますよね、普通に。いや、怖いね、こうやって死亡、巻き込まれてね、いや、巻き込まれたら困るね、本当に止めようないしね、なんかストッパーみたいなのあるみたいだけどね、緊急停止ボタンみたいなの。あるみたいだけど、どこにあるんだかね、見たこ、まあ、探せば、探してみましょうかね。緊急停止ボタンなんてついてるんですかね、エスカレーターにね。はい、今回でも珍しいみたいですよ、この手すり部分に巻き込まれるっていうのは、あんまり少ないみたい。やっぱり多いのは、足元ね、足元の、なんていうんだろう、隙間。だから、マフラーとか怖いんじゃないかな、マフラー、冬場ね、あと、コートとか着てるとき、うん、足元のところに、なんか引きずってるようなものが挟まれて、どん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 引っ張られていくみたいな、怖いね。手すり部分だったら怖いね、これ、本当、ジャケットの裾の部分とかね、まあ、どういう形でこれ、巻き込まれたのか、ジャケットの背中の裾の部分って書いてありますね、これね。まあまあまあ、こういうこともあるんだぞということですね。はい。で、これ、TBS か、うん。これ、件数載ってたね。件数、どっかに、うん。結構な数が、巻き込まれ事故みたいなのがあるみたいですよ。うん。あ、書いてあります。業界団体が2018年から2019年にかけて行った調査では、うん、エスカレーターに服や靴などが挟まれる事故、全国で合わせて448件報告されていますということで、ね、2018年から2019年にかけて行われた調査、これ、この1年ぐらいの間の話なのかな、全国で448件だから、いや、怖いね、だからこういうことがあるんだぞということ。うん、特にお子さんをお持ちのお方とかね、子供連れでエスカレーター使うときなんか、子供なんかにも、まあこれね、経験されたことってあんまりいないとは思うんだけども、こうやってね、全国の話になると448件だから、1年間で、うん。それぐらい全国で多発してるってことなんで、こういうこともあるんだぞっていうことをね、やっぱり子供とかに言ってた方がいいと思うし、まあ周りに言ってた方がいいと思う。あと、これ、うん、緊急停止ボタン。うん、これがあるらしいんだけども、
ね、その存在自体、まあ、その本人はもうパニックってね、緊急停止ボタンがどこにあるか分かんないし、もう押しようもないだろうから、まあ、周りの人ね、見かけたら緊急停止ボタン、場所ぐらい覚えてた方がいいかも分かんないですね。私もちょっと今度探してみますよ、うん、緊急停止ボタン、うん。あとはエスカレーターでは歩かないでね、動かない方がいいみたいですよ。あとちゃんと手すり持ってベルトを掴んで安全な乗り方、うん、今回水戸市のケースはこれ手すり部分に巻き込まれたってなってるんでね、もう手すりのところも、うん、結構巻き込まれたりするんだっていうことなんですけど、まあ、気をつけろって言ってもね、まあとにかく巻き込まれないように、裾とか靴とか、うん、巻き込まれないように注意してた方がいいと思う。数は少ないけども、うん、確実に全国で多発してるんで、エスカレーターね、はい、乗るとき注意して、うん、乗ってくださいってことです。終わります。2497回エスカレーター事故注意しましょう。チャンネル登録高評価お願いします。失礼します。